オフロードは、舗装されていない道路や、公道ではない脇道のことである。舗装されていない草地や歴地、砂地だけでなく、人が歩くことも困難な d ネーチや岩場など、車両が侵入できる地形のあらゆる場所を指す。なおこうした路面のことを、ラフロードと呼ぶこともある。オフロードで行われる自動車競技の中でも、ラリーと同じく公道で行われるものを、クロスカントリーラリーや、 ラリーレードと呼ぶ。またこれらと対比して、舗装された道路は、オンロードという。オフロードを走行することを前提として設計された車両や改造された車両を、オフロード車、略して、オフ車などと呼ぶ。またオフロード車両や運転車を含めて、オフローダーとも言う。またクロスカントリー車、または、ヘビーデューティー車とも呼ばれる。SUV の一種であるが、 本格オフロード性能を特に重視した車のことを、クロスカントリー車という場合が多い。サスペンションは、路面の凹凸が大きくても、衝撃を緩和する能力やタイヤが、路面から離れないようにする能力が求められ、比較的ストロークを長く、バネ定数や減衰力は低めに作られる。ホイールストロークをより稼ぐ目的で、スタビライザーを無効化する機構を装備する車種もある。 また、車体が地面に接触して破損したり、引っかかって動けなくなってしまったりといった事態を防ぐため、最低地上高は比較的高く作られている。もし強い衝撃を伴って地面に触れた場合でも、重要な部品が壊れないように、自動車やオートバイのエンジンや変速機、自転車のチェーンホイールなどの下には、金属や FRP などの板で作られた、 保護材が備えられる場合もある。あるいは反り状の板を取り付けて地面の凹凸に引っかかりにくいようにする場合もある。三菱、パジェロピニントヨタ海、J クルーザースズキジムニーシエラ自動車のクロスカントリー車には自動車メーカーであるジープや北米由来の単語の SUV、四輪駆動の乗用車が一般的でなかった時代の 4WD。 44などの名称が用いられることもある。一般的にクロスカントリー車はアクロ走行中にボディ全体は歪んで走行不能にならないよう思いが丈夫なラダーフレームを採用している。障害や急勾配を乗り越えられるように最低地上高は高く次の3つの角度が大きい。これら3つの角度を対地障害角やスリーアングルといいアクロ走破性能の目安とする。 これらを大きくすると、オーバーハングは短くなる。ホイールベースが短ければ、ランプブレークオーバーアングルは大きくなる。内部機構的には、黒間車は、一般的に縦置きエンジンで、FR レイアウトベースのパートタイム式、または、センターデフを持つ、フルタイム式 4WD であって、アクロ走破用の複変速機を持ち、車種によっては、リミテッドスリップデフや、 アクスルデフロックをも装備する。変速機は基本的に MT または油断式 AT である。なお外見が黒間車であってもモノコック構造を採用している。ものはたとえ四輪駆動でもクロスオーバー SUV に分類される。近年の SUV は特に設計や生産の合理化や舗装の性能重視のためにクロスオーバー SUV 化が進んでいる。このことは 自動車の取扱説明書にも明確に表れており、ラダーフレーム車の本格黒間車には、取扱説明書には浅い川を渡るの方法まで書かれているが、クロスオーバー SUV の場合は、とかなどの水中走行は絶対にしないでくださいと書かれている。一例として、モノコック構造の日産、エクストレールは、初代のテレビ CM でアクロをジャンプしたりとかをする。 様子が表現されていたが、あくまでもこれは消費者の購買意欲を刺激するための CM イメージ上の演出であり、真似をすると衝撃で車体が歪んだり、浸水で走行不能に陥ってしまう恐れがある。なお初代鈴木キスクードのように、ラダーフレーム4輪駆動でありながら、クロスオーバー SUV と同様に舗装路での乗り心地や燃費を重視したものは、ライトクロカンと呼ばれる。 一例として、ハスラーが、モノコック構造、横置きエンジンのスタンバイ式、4駆マニュアル、または、CVT と待ち乗りが、メインのクロスオーバー SUV であるのに対して、ジムニーは、ラダーフレーム構造、縦置きエンジンのパートタイム式4駆マニュアルまたは、油断オートマチックミッションといった、オフロードを走るための機構を多く備えている。ほとんどの軍用車両も、 ジムニーと同様の構成をとっており、陸上自衛隊の高機動車や軽装甲機動車73式高型トラックもこの仕様である。日本では三菱、パジェロが火付け役となり、1980年代末から1990年代初頭のスキーブームとともに黒缶車が流行した。しかし、人々が黒缶のファッション性と積載性を重視しながらも、 オフロード性能よりも燃費や高速での安定性や乗り心地を求めたことから1990年代半ば以降流行の中心はクロスオーバー SUV にとって変わられていった。モータースポーツでは FIA によりグループ T という黒感謝向けの規定が存在しラリーレード競技で用いられている。ヤマハ発動機のバギーポラリスのサイドバイ。 サイドビークルホンダ CR 回250リットル自転車にもオフロードでの走行を前提とした設計の車種がある。ジムニー走行、環境性能鈴木四輪車、トップラインアップ。ありがとうございます。